皆さんこんにちは。緑も花も一斉に咲き乱れる初夏の北欧で、公園や野原で咲く紫陽花のような白い花があります。昔から料理やお菓子などに使用されてきたこのエルダーフラワーを使って、この時期定番のコーディアルシロップの作り方をご紹介します。コペンハーゲンに住むディテさん親子と森にエルダーフラワーを摘みに行きました。木は満開で、近づくとふんわりいい香りがします。種子には毒性があるため、未熟な青い果実は避け、左のような満開の花を選びます。ディテさんの弟スアンさんのお庭でも満開になった花を摘ませてもらいました。エルダーフラワーキャッチャーゲームをしています。太陽が当たる上の方に大きなお花があります。日本のみんなに見せるというと、スアンさんが姉のディテさんを肩車して張り切った摘み方をしてくれました。家族でエルダーフラワーを摘む時間、とってもハッピーでヒュゲなひとときです。さて、エルダーフラワーをたっぷり摘んだ後、自宅でコーディアル作りを見せてくれました。レシピは各家庭によって微妙に違うようで、こちらはディテさんのおばあさんが書いたレシピだそうです。まずレモンを1センチ弱のスライスにします。沸騰したお湯に砂糖を加えます。火を止めてスライスしたオーガニックのレモンを加えます。葉っぱを取ったエルダーフラワーの花の部分を入れていきます。そして全体をよくなじませます。ここでクエン酸を加えます。防腐剤の役割をするそうです。して再びよくかき混ぜます。これで完了です。思っていたよりも簡単にできました。あとはレモンやエルダーフラワーの味や香りが染み込むまで5日間ほど寝かせます。5日後、花やレモンの香りや風味がしっかり染み込んだコーディアルが出来上がりました。レモンや花をザルでこし、さらに布巾でこして花の細かい混入物を取り除きます。瓶を煮沸消毒します。取り除いたレモンやお花は味が染み込んで美味しいので捨てずに保存し、そのまま食べたり他のデザートにのせて食べることができます。夏バテにも効果的です。こしたシロップの部分をボトルに入れれば、コーディアルシロップの完成です。 4、5倍の水や炭酸で割って飲むのが一般的ですが、ワインやリキュールに入れたり凍らせてシャーベットにしてもとても美味しいそうです。風邪の予防やストレス、むくみや冷え症、アレルギー緩和など様々な効果があるエルダーフラワーは魔除けの力もあると言われており、心身ともに北欧の人々の夏に欠かせない自然の贈り物でした。ご視聴ありがとうございました。来週はストックホルムから、スウェーデン建築の父と言われるアスプレンドは、人は死んだら森へ帰るという北欧の死生観を体現した神秘的な墓地、スコーブシュルクゴーデンをご紹介します。北欧で買い付けたヴィンテージ雑貨はオンラインショップで販売しています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。